はい、という感じで TMGA チャンピオンシップとチャンピオンシップチャンピオンシップに勝手にしちゃいましたけど1回戦目私と、柿山コーチが、対戦しまして私の方が勝ちました。圧勝ということです。圧勝でしたね。まあまあ圧勝でしたね。2試合目はですね、2試合目で私とあと木村コーチが無指名で、呼ばれたんでやっていきたいと思います。はい、まあ、今回は同じくグレートアイランドの1番から3番ホール使っていきます。今回また素振りなしで、素振りなし、素振りワンペンだね。ワンペン言っちゃダメなんですよ。言っちゃダメ、言わないからさらっとしとくから後ほどね、分かりました。で、打つ時間もできれば、まあ、クラブ選択とかして、まあ、5秒ぐらい5秒早めに、やってくれたっていう感じで、分かりました。はい、行ってみましょうか。じゃあ2回戦で、また順序ちょっと、じゃあ、はい、最終はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、じゃあ、あとで成功ね、成功ね、成功ね、間違いですからね。さあ、じゃあお願いします。クラブセンターって言ったのか、はい、お願いします。3.6m 下りフック。
あーしまーし、さすが王者、王者っすね。よしまだ1試合しかいない。よし、王者強いなー。次、ショート。あ、そう、ショートさん、ショートで145ぐらいですね。144.6。意外と平気。意外と平気。意外と平気。おー、一
チキンプレー。意外と経験した。いいチキンプレー。え？うわ。うわ。これでもちょっとドラマ。もうすぐ5秒。ドラマあるんじゃないですか。ちょっと5秒ですからね。ちょっとあの場所だけ。ここが別にいいわけですよね。ここはもうしょうがない。ここはしょうがない。しょうがない。しょうがない。しょうがないです。現状確認しないと。そうそう、ただ打つのは早く。うわ。これはもう100ヤードぐらい。ちょっと強いよ。お、頼むよ頼むよ。あ、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 一応あのクラブとか忘れないで、はい、あ、あクラブね。そこはあのそこは時間。ガムキガムヒルをしちゃった。ああ。ちょっと。やっぱ重要だわ。ちょっと狙いで。そう攻めるよ。はい。イルといる。イル狙いがもうちょっと固くハイブッドでいきます。これいいんじゃないですか。来た右来た来た。あ、え、そんな右？おっと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 危ない危ない危ない。え、ちょっと肩でいったぞ。危ない。お、ラッキー抜けてるね。ちょい楽で、ちょい楽なんで8番で、8番重さで距離感がね。
という感じでですね、第2戦目も、池田たちが勝ったと。悔しい。悔しいな、勝ちましたと。あと残るは、森山コーチと谷コーチいるんで、まあ、ボスは、はい、ボスは取っとこうかな。そうですね。まあ、でも間に酒井君とかね。あ、酒井君。酒井君、ちょっとハンデ戦なんで。ああ、もしかしたら勝ち上がっちゃう可能性あります。でもなんかもちょっとできたらね、面白いんじゃないですかね。でも次はどうしましょうか。ね、次はまたちょっと。検討して、次森山コーチ行って、はい、でその後ダークホースの酒井君だから、ね、酒井VS ボスの谷がかもしれないからね。まあ確かにそれはちょっとね、見たいですね、という感じで、まあ、次は森山コーチと戦っていきたいと、制していきたいかなと。もう負けらしいですからね。です。いや強いわという感じで、はい、ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。